また参りました。顔バレてんの。ありがとう。え、原宿怖い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 、めちゃくちゃ声響いてます。怖い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 、なんで言いわい、いやいや、こんばんはじゃないですか、いつも寝起き怖い、スタートこんばんは決まりじゃないですね。違うよ、ありがとう原宿じゃん、ここに来てんだからさ。音量めちゃめちゃ良かったと思うけど、声量でかくないですか。いや、みんな見てよ、ちょっとまあひとまず見てもらいたい、これを。これすごいっすよね。なんだこれ、うわーすげえ、なんだこれ、嘘っす。一応念のためよ、書いてます。見てる人もなんだこれって思うでしょ。あ、我々が今ね、そう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 、いるのは新しくなりましたジャニーズショップに来てます。見たかったんすよ。いや、そうなの、俺全然、俺原宿の方行ったことある。あ、僕今1回ありますよ、ちっちゃい時に。あ、お客さんとして、ね、お客さんとして、ほぼ覚えてるんですけど、俺も撮影で1回ぐらいしか行ったことないの。あ、本当ですか。そうで、それが無事移転をしまして、9月の9日かな、かなんかにオープンしているんですけども、おそらく我々が第1号なんですよ、タレントとしてここに来るのは。いいっすね、来るんだったら一番いいかもしれないですね。そうで、ここにこうやってみんなのサインが書きましたね。いかつくないっすかこれ、ぶっちゃけ。これいや、普通の一般の人はこれ写真とか撮れないんですよ、ここは。え、ダメなんですか。そう、写真撮れないし、これ初めて見たもん。あー、私のサインリッチな。そう、本当だ。衛星ジャンプどこにあるの。これっすね。え、山田と小本君どれ。じゃあ山田君当てるゲームしますね。いいよ。八乙女は分かるな。俺知念君。これ井上。井上でしょ。ああ、井上。こういうことやるのは有岡君なんですよね。いや、井上じゃないの。分かんないっす。あ、井上君っすね。井上ちゃんっすね。がっつり井上って書いてある。え、どこにいんの、分かんない。これっす。え、あ、本当は凌介ってがっつり書いてあるわ。あ、言われたらだな、やっぱり。意外と分かんないですね、サインって。山田で探しちゃった。署名武士みたいな。武士。俺らも後で書くか、これ。え、ジャニーノとして、して。おー、嬉しい。2万買わないと書けないんで、我々。2万、1人2万ですか。そうです。ショップで。え、え、何、いや、きつ。いや、2万買って書けるんだったらジュニア大喜びしてる。で、ジュニアもあんのよ、アイランド。え、アイランド、あっちはあっちだ。いや、ちょ、そろそろ俺のメガネ触れてください。え、どうした、どうした。いや、なんか昨日起きたら目痛くてコンタクト入れらんなくて、こっちメガネです。だから顔腫れてんの。いや、顔腫れてんの関係ないでしょ。関係ない。疲れ、疲れです。疲労困憊。え、なんすか、自分に合ったジュニア探してくれるみたいな。そんなことはないでしょ。ジュニアスモーキー、そのカルテみたいな、なんか持ってて診断されて。で、今回、実はここってそのアプリでしたっけ。ちょっと説明してもらっていいですか。アプリ、いや、こんなハイテクなですか。いや、なんで片方持ってで、じゃあ片方の方からスキャンモードというボタンを押してください。スキャンモードを押してください。すげえ。あ、これで読み取って変えるってことですね。マジっすか。あ、そういうことか。なんだっけ、この子。え、フーマは好きな子。あ、ずっとフーマに入れてくれてた子いたじゃん。あ、亀井くんでしたっけ。あ、亀井違うだね。あ、ここにいるじゃん。あ、かわいい。で、かざすのよ。行こう、亀井くん。で、カートに入れる。あ、ほんとだ、亀井くんって出てるわ。ほんと入れ入ったんだ今ね。入った。いやー、前の店舗って実際に写真を飾ってましたよね。飾ってた。亀井くん捕獲した。今デジタルになったんですね。ジュニア何人ぐらいですかね。700人です。そんないんの。嘘っす。面倒。このメガネ面倒。少年忍者の知ってます。あ、知ってる人。20人ぐらいの。そうそうそう、22人とかいる。バサイエがいるとこでしょ。そうっす。僕バサイエガ知ってます。いや、バサイエガの名前を覚えやすいやん。確かにそうですね。バサイエガ、バサイエガっていう子がいるんですよ。そんなメキシコの酒みたいな。ほら、分かった方がいいよ、山田。え、あ、いいですね。分かってなかった。それは分かってなかったのに、早く。じゃあ、もうその写真全部変えよう。え、それやってくれてる。ガ
違う覚えたんですよ、俺はあの動画で、うん、はい、はい、で、もう一人、はい、入れました、もう一人、もう一人何やって、そんな流行ってんのこのポーズ、ヤマハート全然流行ってないじゃん。やってるやついるかな、ヤマハート。ヤマハートやってるやついたらめっちゃ買いますよ。こんなおしゃれなの今。あ、それで紙にするんですね。これ見たらジャリさん喜ぶな。こうやってなんか出てくるんだって。これを多分レジでお会計だ。グッズ見たいです。グッズもある。これなんすか。あ、斜めかし。どういうこと？ね、ハンガーだって。マガオ。どっちも楽しめんだよ。見方は。うん。え、そういうことでしょ。草刈りだ。後輩に服とかあげたことあります？ない。初めてあげた。すげえ。どうですか？ T シャツとかだとね、より違和感ない。ここはね、こうなるからね。冬もやっぱリチャード。あ、リチャード買いたいですね。リチャード買ったげな。リチャード、あの、ヒゲ生えすぎて怒られたんです。なんで知ってんの？こうやって今なんだ。じゃんけんしよっか。せっかくだから。買う人っすか。そこでグループ負けた人が一番多いグループのところ全買いしよう。全買い？勝ちが？勝ちがだから。はいはい。はい、あ、え、もうどちらにしろみんな買うの？そうだよ。全員？全員。じゃあ俺のリチャード何だったんですか。あ、じゃあ。パターン。そこしね。あ、あ、いいわいいわ、5人ですよ。続いて、うわ、これで。でもハンガーだからさ、なんかこう同じやつたくさんあった方がいいっていうパターンもない。リチャード、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  A型だ、濃い、濃い、濃いって。リチャード6とかの方がいい。いや、濃いって。リチャード6ね。いや、リチャード、うん、はい、リチャード6。あ、なんかもうそれでいいや。リチャードの太客じゃん。クリアファイル。あ、クリアファイル。ジャニーズジュニアってのもあるよ。あ、それいいかもしれないですね。あ、これでジャニーズジュニア網羅できるんですか。あ、全体をね。全体を。3点までしか購入できないんですけど。え、リチャードが。そうですね。あ、3つしか買えないですか。あ、じゃあ4人で3、12ください。マジかよ。ウーマと何枚のリチャード返却ですか。6枚。6枚どころじゃないよ。10枚ぐらい。20枚ぐらい。なんか呼び出されるみたいです。後で。あ、そうなの。はい。あ、楽っす。この困ったりして。ありがとうございます。ありがとうございます。で、ここからが我々デビュー組の、なるほど、ところになります。で、ここはスノーマン。うん、こうやって並んでんだ。いつも撮ってもらってますけど、どういう感じで並んでんのかよく分かってないじゃないですか。分かってない。あ、これもみんなドリームボイスがあるよ。あれ、菊池じゃん。あ、いる、いるじゃん。いる、いる。あ、テンション上がるわ。あ、いる、いる、いる。やってる、やってる。見て、ギター弾いてる。うわ、あ、C めちゃくちゃいいじゃん。一番最初は C 弾いてる。いや、めちゃくちゃいい。こんな顔で C 弾いてる。こう軽く弾いてたところの C が切り取られただけです。あ、ここ全部スノーマンなんだって。ここは全スノーだ。まあ、人数も多いですしね。で、本来こっちに行くんですよ、みんな。でも、ここにこういうなんか、あ、これ出てきたね、ちょうど。あ、出てる、出てる。ちょうど、ちょうど、ちょうど。なんかこうやって、いわゆるメイキングみたいのが。へぇ、おしゃ、おしゃまるっすね。お、おはようございます。おはようございます。お、皆さんもいる。コメントだ。どういう目つきしてるんですか今。眩しそうだった。そうだな。ぜひ立ち寄っていただきたい。誰にどの目線で言ってるんですか。そしてストーンズのコーナーがあり、でも広い。関ジャニ、ウエスト、キスマイ、ABC、ここ全部セクシーゾーン。セクシーゾーンの両方。これ何の時？これはハイドレンジャーですね。NV。あ、いいいい。いいよいいよ。ありがたいね、これ撮ってもらってんだ。ありがたいっすね。へぇ、シングルとかで分かれてんだ。お、マリウチュだ。ほんとだ。
そういうことなんだね。2、3作前ぐらいまではあるんですね。へー、ジャンプ多いな。ジャンプ、まあそうですよね、分母が多いからね。あー、こっち群青です。ネガティブファイター有岡くん若っ、すごくないですか。ついこの間だよ。でも帽子のかぶり方が若い、ね、エンジじゃないですか、エンジ。もう30ですか、有岡くん。そうそうそう、これより若い可能性ありますよ。だから逆にこうそういうので買っちゃう可能性もあるよね。ああ、その場で来て山ファンだけど、あ、この場で見て、そう、アラスゾーンでーす。すげえ。やってないですか、指ハート。あ、ありますね。やるとしたら誰ですか、可能性があるの。アイドくん、メンマくんか。アイドくん、あー、やってないっすね。うちはもうアーシャみたいになるわけですよ、言ったら。あー、そうかそうか、アーシャ撮影時の。そうそうそう、 MV とかそういうのがあるわけじゃないから。アーシャってどのぐらいで撮ってんですか。アーシャはここが移転するってなった時に撮り直した。へぇー、そう。あ、カトゥーンは入りました、入りました。どこ、そっち、2期カトゥーン2期。あー、いるいる。うわ、中丸じゃん、怖い。ってなるわけですよね。これいいじゃん、これ。あー、それ新曲の なんか、なんで上田君のカメラしかすっごい決まってるのに。何やってんの、何やってんの。中丸君ずっと迷い込んでますよ。おかしいでしょ、これ。まあ、大体そうなりますよね。これも、この人も何なんだろう、クリーン撮影してもらったおばちゃんみたいな。これいいっすね。これ家飾ったらどうですか。飾らないでしょ。え、でもめっちゃかっこいいっすね。あの、あれ、鼻がいい方向に生きてますよね。鼻がいい方向、悪い方向でいい方向があるの。めちゃめちゃ笑ってます。めちゃめちゃ笑ってます。呼吸、呼吸辛くなるね。歯は一緒だよ。どんだけ笑うんだよ。いや、ここにもあるよ。はい。七五三みたいです。可愛い感じなんだ、やっぱ。そうっすね。この試合いるんですよ。この体の大きさが。本当だ。すごいな。すごいよ。何の写真の。国際指名手配犯みたいなところ。さあ、トキオですね。これができるのが強いわ、やっぱトキオ。これですよね。確かに、トキオ兄さんも男が欲しくなる感じです。いや、すごい優しいからな。あ、辰巳いるよ。お、辰巳だ。おい、辰巳買ってあげないの。辰巳ってお前だいぶ先輩じゃないの。ケイトすげえ可愛いし、買ってきましょう。お、ケイトじゃん。ケイトっすね。買いましょう。ほんと舞台の多分髪型だと思うんですけど、ケイト買ってあげないよ。どれがいいかな。ほらもう買え、一番買ってるから。ジャンプで坊主にしてる。めちゃくちゃいいんですよね、舞台。ただ最後のケイトの挨拶だけすごい気になる、うん、で、大体舞台で最後お辞儀するときって出した、うん、いや、感じのやつのスタイル、ケイトだけ。そうなん、指定が後で。いやいや、わかんない、海外の挨拶だから。あー、そうかも、わかんないですよね。これはそうか、はい、イギリスに留学行ってたもんね。見てた。ねえ、これいる？いやいや、いますよ。いる？これ僕は。それはだってニノさん買った方がいいですよ。確かに。同じ誕生日で。そうですよ。ガタのポンのいらなくない？なんでそう、あ、そういうこと言う。でもなんか本人も多分こういうところで勝負してなさそうっすよ。なんか。そうでしょ？違うと思うけど。うわ、入っちゃった。入っちゃったとか言う。風間くんの欲しい人いっぱいいますよ、絶対。うわ、ユーマだ、久しぶり見たな。ユーマ会ってないなぁ。元気してるかな。魚くんや。魚くんと魚くん見える。そうっすね。これは魚くんを狙ってますよね、絶対。これは狙いに行ってるね。 BI シャドウだもんな。
そうです、ユーマウィズ B.I. シャドウです。え、でもまだ僕解散って言われてないんで。B.I. シャドウなの知ってる？ユーマウィズ B.I. シャドウまだ解散って言われてないですから。セカンドシングルありますこれ。ワンちゃん。エノガイシも言われてないから、一応。3人はありますもんね。僕らはないじゃないですか。そうね、そうね。この人すごいんだよね。グループの。そうなんですよ。掛け持ちがすごくて。NYC はやっぱ NYC 買いしときましょう。それは。そうね。はい。いや、結局なんかさ、こうなっちゃうよね。いっぱい買っちゃう。結局。これ、さかなクンですね。すいません、山田さん。なんかいつも、こんなに現金を落としたジャニーズタレント初ですよ。食べました。はい、ありがとうございます。これでさっきのレシートと刺してみようよ。めちゃめちゃ買ってません？めちゃくちゃ買ってる。2万2000。あ、いいじゃん。やった、これかける。よし、これでまた。じゃあ、こういう風に。すごい。あ、袋が。すごい。こっちが多分デビュー。デビュー組。こっちが、はい。ねえ、楽しくない？ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと見てみます。見てみよう。デビュー後の量、尋常じゃない。尋常じゃないよ。たくさんな。やばい。買ったな。え、フォーユー買った？買いました。最後買ったね。あ、2枚。いや、タツミ2枚はいらないな。1枚いいな。あ、2枚買っちゃったんだ。2タツミ。お、完全の24出てるし。あ、中野さん。あ、中野さん。おぉ、大福くん。今すみません、ジュンくんだよ。バサイヤー。バサイヤー、バサイヤー、なんでデビュー組の方に入ってるの？確かに。中丸くんのおしゃれサイン、これジャニーズチャンネルとかに出せる。いや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 、このスペースで。なんか簡単でいいんだよ。まずそれか、小さくまとまってるな。でも大体真ん中に、真ん中か、上の真ん中か、こう書いて4人でこう書いて、あ、ね、この辺書いてもいいか。確かにみんな結構真ん中に書いて上とか下とかに書いてたんで、うん、上目に書いて下にみんなのサインってありっすね。ありだよね。めちゃめちゃ小さくまとまってますね。こんな体勢ある。姿勢良いっすね、うん、ジャニーのでいいっすか。ジャニーのチャンネル。チャンネル？うん。チャンネルまで行きました。そうね、そこの、そこに書いてもらいたい。お待たせしました。うるせえ。うわ、おしゃれ。いや、でかくない？くそ、でかいっすね。めちゃめちゃちゃできましたね。マジありえないんだけど。え、バカなの？何？バカだったわ、この人も。縦バージョン。ずっとギリ被ってるね。ちょっと。そうですね、かぶってますね。じゃあこれで飾ってもらおう。ジャニオチャンネルのサインできました。イエーイ。そう、気づきました。ああ、靴ですか。ありがとうございます。いや、この靴も履きやすいし、最高です。これおしゃれですね。おしゃれ、いいよね。シャレオツ。二宮君ってこのセンスのやり場どこにあったんですか。自分の私服にあんまり費やさないです。ポーティにポン。いや、だって靴の先ちょっとうんちついてるんですよ。ほんとだ、やだ。